FM 西東京、ットチャンネルアルファー担当時代、全日本女子チア部活動、新宿駅西口前、浅妻美は、フリーアナウンサー。全日本応援協会アジオ代表理事、サラリーマンを応援するチアリーダー、全日本女子チア部の代表を務める。朝日川観光大使、ボイシースポニチキニオーパーソナリティ。北海道名寄市生まれ、朝日川市育ち。 北海道名寄市生まれ、旭川市育ち、中学政治生徒会主催イベントでインタビュアーを務めた際、担任から進めをきっかけにアナウンサーを目指す。旭川市立東明中学校、旭川東高等学校を卒業後、2002年4月に大学入学を機に上京。大学時代からチアリーディング部に所属。2006年3月、卒業後、コミュニティラジオ局で、 dj やリポーターを務めながらのアルバイト生活を送り、同時に株式会社フリーアナウンサークラブのアナウンススクールへ通う。社会人3年目の2008年4月、フリーアナウンサークラブの派遣にて、参院中央テレビに契約アナウンサーとして入社。1年間在籍した後、フリーアナウンサーとなり、SO プロモーションに所属。フリーアナウンサーとして、 番組の MC や番組レポーター、イベントの司会等を務める傍らで、大学入学時から継続しているチアリーディングを経験したことを生かして、関連番組を担当する他に、毎週火曜日に、新宿駅西口丸の内線 B14 出口を中心に、池袋駅、新橋駅等でサラリーマンを応援する、チアリーダーとしての活動、全日本女子チア部に参加。初代部長、 斉藤彩が2015年に退いた後を継ぎ、二代目部長を務める。2014年10月、旭川市の観光大使に就任。自身のブログにて、2018年9月30日付で事務所を退社し、フリーとなる。2018年11月、応援文化を日本に広めたいという思いから、一般社団法人全日本応援協会を設立、代表理事となる。 ラジオテレビ、ありがとうございます。